はい、皆さん、こんにちは。畑田憲和です。今日はですね、二の腕コンパウンドセットをご紹介したいと思います。コンパウンドセットとは、一つの筋肉を二つのエクササイズで立て続けに行うというもので、例えば、二の腕の筋肉だったら、二の腕の筋肉のこの選択的な運動を二つのエクササイズで追い込むというもの。ですので、今日はね、二の腕のエクササイズを二つ、休みなく立て続けにやっていきたいと思います。コンパウンドセットを行うメリット、時間をね、かなり短縮できますので、まあ時間がない方とか、まあすごくおすすめだと思います。で、今日は二の腕ですので、まあ自体重と、あとは 1.5 キロのこのね、ダンベル用意しました。で、女性ではもう1キロとか、まあ 0.500 ミリリットルのペットボトルでも十分効いてきますので、まあ筋トレ道具がない方もね、ぜひやってほしいと思います。で、今日はこの台を使うんですけども、この台はまあ椅子、家では椅子やね、ソファーで代用できます。では、早速一つ目ですね。一つ目は、手を肩幅に台にかけます。で、手をこうではなくて、指を足側に持ってくるようにしますね。手は肩幅。で、この状態から、お尻を真下に下げていく感じ。下げていきながら肘を曲げていきます。で、上げていく。お尻を真下に落とす。で、上げていく。ここの二の腕の筋肉を使う感覚を持って肘を曲げた状態から二の腕の筋肉で伸ばす。二の腕の筋肉で伸ばすという意識を持ってください。二の腕の筋肉を使って下げたところ、二の腕の筋肉を使って伸ばす。かかとで踏ん張る。足で踏ん張るんではなくて、二の腕の筋肉、肘を伸ばすという動き。これがとても大事です。これを、まずは10回ね、10回行ってください。で、そしたら、すぐ、休みなく、1.5 キロ。このダンベルを持って、手と膝ですね、持ちます。手を膝で置きます。で、この状態で、肘を高いポジションに引き上げて、肘を伸ばす。肘を伸ばす。で、ポイントね、まあ私 YouTube でも何回も出してますけども、こう戻りすぎてしまうと、二の腕筋肉が緩んでしまいますので、この前腕が床に対して90度に行く手前ぐらいですね。もうここまで行くと二の腕も重力の影響で抜けてしまいます。力が入らなくなってしまいますので、伸ばしたら前腕に対して90度まで行かないぐらいで止めます。伸ばす。曲げる。伸ばす。曲げる。で、伸ばすときもここで割るんではなくて、クッとね。少し小指を立てるようにしていくと、さらに二の腕の筋肉が、このね、小視神経とかね、この小指を動かす筋肉と繋がっていますので、さらに効いていきます。効いていきます。伸ばすね。こうしようかな。ここから伸ばす。曲げる。伸ばす。曲げる。伸ばす。曲げる。という動きですね。この動きを反対も行ってください。これを3セット。セット間は30秒。終わって、この2つ立て付けに終わったら30秒休憩して、また下がる、上がる。この動作と、今のキックバック。この運動を繰り返していきます。これを頑張って3セット行うだけで、まあ、大体ね、5分くらいで終わるんですけども、ギュッとね、二の腕を引き締まってきます。夏に向けて。もうね、あともうちょっとしかないですけども、頑張ってやっていきましょう。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また明日もね、有益情報を出していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。